はい、こんにちは、 DIG です。今日はですね、先日ちょっとセールになってた、UVI の、ワールドスイートという音源の、2個ですね、2個これ何て言うんですかね、 LFF っていうんですかね、まあ、英語で2個の、音源、結構まあ僕2個の、音色が好きなので、まあちょっと楽しみにしてたんですけど、これちょっとね、ワールドスイートをそれ2個目当てで買うとちょっと失敗するなと思ったところがあったので動画にしてみました。で、まあちょっと比較なんですけど、まあ僕ロジック使ってるんですけど、ロジックにも標準で2個の音源っていうのはもともと入っているものがあります。なのでまあちょっとそれ と、比較していこうかなと思ってます。じゃあ早速ちょっと聞いてもらいましょうかね。まずはこのワールドスイートの2個、まあこれもなんかベロシティとホイールっていうパターンなんですかね。2パターン入ってたんで、ちょっとそれ聞いてください。ここまでがワールドスイートの、2つですね。まあちょっと今聞いた感じだとそんなにまあ悪くはないですね。なんかね、意外になんかでももっとなんかね、最初聞いた時あなんかえらいノイジーだなーと思ってて、ちょっとなんかこれどうなのかなって思って比較を、こうやって作ってるんですけど、あまあでも今聞いたら意外にいけるのかもしれないですね。ちょっとで、あとね、このロジックの標準の音源、これがね結構いいんで、これちょっと聞いてもらいましょうかね。はい、はい、どうですかこれ。これめちゃくちゃいいですね。さっきの2つ、専用音源に比べてもこれ全然こっちの方がいいんですよね。これなので、まあ2個に関して言うと使いたいなと思ったらこっちのロジックの方が、いいんじゃないかなと思ったんですね。ただこれちょっと1個まあこれ標準で読み込んできただけなんですけど、これねロジックの助かるのが、例えばこのこういうもともと入ってるやつですね、それってもう音色だけ呼ぶんじゃなくて、このチャンネルストリップっていうんですかね、この、もうコンプレッサーとか EQ とか結構がっつりかけたり調整した後の音源、まあ、例えばもうここでリバーブとかもかかってるんですよね。なので多分いい感じの、音になってると思うんですね。なのでまあちょっと単純にこのワールドスイートの方はもうこれも読み込んできただけなので、まあ、ちょっと若干このリバーブとかも多分これ多分入ってるんですね。ワールドスイートの方も多分これね、うん、リバーブとか EQ とかも一応聞いた後なんですけど、ちょっとまあだからこれだけではしんどいかなっていうところがありますよね。なのでこういうロジックみたいにしっかり、これガッツありますね。だからコンプレッサーとかで、やっぱグッと表に出てきてるんですね。なので、そういった、まあ、パッと使いたいっていうのが僕の、基本的な、要望するところなので、このリバーブとかコンプレッサーわざわざかけるっていう、かけなくてもいいっていうのはすごく便利ですよね。で、このロジックにもレガシーって、まあ昔の音源っていうんですかね、とかも入ってるんですね。ちょっとそれ聞いてもらいましょうかね。
はちょっともう完全にレガシーっていう感じですよね。なのでまあだいぶロジックプロテインになって、がっつりちょっとクオリティ上がってきたかなっていうところですね。それはまあありがたい話ですね。これもう本当、ロジックにもう最初からついてくる音源なので。であとですね、こうちょっとこれだいぶ前にねセールやってたやつで買ったやつなんですけど、これねエンバートンのチャン F っていうやつなんですかね。でこれは24ビットとかで録音されてて、まあそこそこもう完全に2個の専用音源って形なんですけど、ちょっとこれも聞いてもらいましょうかね。はい、どうですかね。専用音源とはいえですね、やっぱりこのロジックの標準のやつにはちょっとこれには勝てないですよね。でちょっと思いついたのが、そうしたらこのチャンネルストリップのまんまでここの音源、このロジックの場合はですね、ここの、ここですね、ここで変えれるんで音源を。なのでそれをちょっとそのままコンプレッサーやら、はそのままにして音源だけ差し替えてみたらどうかなと思って、これは、それをしたパターンですね。この、コンプレッサーとか入って UVI のこのワールドスイートになってるというところ、ちょっとじゃあこれを聞いてもらいましょうかね。これ2つが、ワールドスイートの、ベロシティとホイールってやつですね。で、これが、エンバートンか。エンバートンの専用音源にロジックのチャンネルストリップ。はい、これちょっとしんどいですね。なのでまあちょっと今僕の持ってる2個の音源で比較をした結果、じゃあどれ使うかって言ったら、僕はやっぱもうこのロジックプロの、標準音源ですね。これの方がやっぱり一番、これが一番ガッツもあったり、この響きが綺麗ですよねこれね。やっぱりこれが一番ベストかなと思いますね。でまあね、あのワールドスイートはその2個はちょっとですね、まあいまいちなところがあるんですけど、まあそれ以外大量にも入ってるので、ね、この三味線とかもねちょっとねしょぼいんですね。あこれまあ微妙なところではあるんですけど、これ何がね、まあ単独の楽器として使うっていうよりも、このですね、このトラベラーズっていうのがあって、これはそれぞれのまあエリアですね、地域
の統合されたやつっていうのがこれ。変えて、いけば、これとかかっこいいですよね。多分ねこれが一番使い勝手がいいかなと思ってるんですね、それぞれの1個ずつの楽器っていうよりも。なのでまあまああとねこのループはねちょっといまいちでしたね。このループも入ってるんですけど、これとかもねちょっと微妙っすよね。ループのフレーズですね。なのでまあさっきの、トラベラーズってやつですね、これがまあこれでだけでまあ元取れるんじゃないかなとちょっと思ってるところがあって、なのでまあ2個はおまけ程度というところで考えてもいいのかなと思ってます。はい、というわけで、ワールドスイートおよびロジックエンバートンの2個音源の、比較でした。ではまた。